どうも皆様、現在時刻は夜9時半です。今日一日の仕事が終わって、さっき山本とまた明日と別れたところですね。今から抜き打ちで山本の家に行きたいと思います。何するかは行ってから説明したいと思います。行きましょう。こんばんは。こんばんは。やばじゃない、夜だからこんばんはって言うんですよ。やば。こんばんは。こんばんは。こんばんは。森ダクさんです。いや、無理じゃないかい。お疲れ。いや、無理疲れた。今までもうかなり疲れた。無理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 。お願いします。いや、お願いしますじゃなくてさ、おとなしくしとけって。今日だけお願いします。いやいや、今日だけはおとなしくしとけって。あれだけ、あれだけ頼む、うん、寝床と飯と風呂だけお願い。全部じゃねえか。いや、いいのよ、こうインターホン漫才しなくても。本当に勝ってもいいの、今日だけは。そうなんだよ、うん、今日から復帰なんだけど、うんうんうん、忘れ物があって。ないよ、忘れ物って。 M1 みたいな言い方してるけど。忘れ物を取りに来たんです。忘れ物を取りに、うるさいな、引っ掛けそう。あ、静かになった。やっと静かになった。じゃあもう一回こっちから。あ、こっちからはかけ直せないわけ。こっちより。あ、観念した音がしましたね。行きましょう。いる。うわ、珍しい。自分家にいる。いや、それが普通じゃない。何してんの。いやお疲れ。いや、自分家じゃないわけだよ、ここさ。いや、マジで今日だけはさ、うん、家帰った方がいいよ、本当に。いや、何うん、そんなさ。逆に何。いや、俺のセリフだよ。逆に何。首にさ、うん、汗染み作ってないでさ、見てもらえ、みんなに恥ずかしい姿。ほら、恥ずかしいだろ。どんな気持ちだ。43にもなる男が首に汗染み作って。恥ずかしい。こんなに染み作ってんじゃないか。実は、うん、これは汗染みではありません。うん、何の染みでしょう。さあ、お答えください。これが開いた時に面白い回答出ますから、皆さん。プロを舐めないでください。あなたたちはプロじゃないからね、面白い染みの理由なんて出ないと思いますけど、彼はプロです。面白で飯食ってるんですよ。それで行きましょう。汗染みではなく、これは何の染みでしょう。オープン。見てください。ガムシロをこぼした。あら、面白い。見てください、この芸歴まで行くと受けてても笑いが起きないことがあるんですよ。これがプロの技です。見てください、足元のこのつま先が立つ感じ。ガムシロをこぼした。はい、これは面白いですね、皆さん。今日4本仕事やってんだよ。いや、そうなのよ。ちょっと、説明だけ。4本仕事やってんだよ。なんでかって、一回もう入らせない。なんで暑いから。今日4本仕事やってんだよ。暑いから。だから、お前が休みに休んで仕事がめっちゃ溜まったの。すいません。で、押しに押して、押して、押して、別にもう、こっちに行けば行くことで、4本今日やってきてんだよ。ごめん、ちょっとだから、あれしよう、じゃあ。うん。じゃあ、間を取って、うん、これ、あれ家電家電。じゃ、これ家電に一回ちょっとかかるの。そういうことなんだよ。理由説明しろよ、まず。間を取って。家電。取れねえじゃねえかよ、お前がいると。ちょっと中で説明だけさせて。いやいや。なんなら外がさ、うん、まだ夜だったから。まだ夜っていうか、まあ。今日俺がちょっと、復帰っていうことをしっかり説明しないから、ちょっと、中で説明させて。復帰したのは別にこれ言わなくていい。お願い。ゆっくり一人で、どういうことなんすか。どういうことなの。こっち一人が喋ろうとしたら一人で勝手に閉めてるって。あー、顔見ずる。おい、こっちのテーブルだ。こっちのテーブルだ。あ、涼しい。何したの。おい、何してたの。いや、今からゆっくりハイボールでも飲もうと思ってたとこよ。最高じゃない。うん、ちょうどよかった。何よ。いや、ちょっとそうそう、説明させて、うん、ごめんね。うん、あー、ちょっと一回これ下ろしていい。おう、
多分使われないから、繋がらないから、いやいや、なんであいつボールとトング持ってんだってなっちゃうから。実家置いてください。ガムシロジミがちょっと使われないかもしれない。どうぞどうぞ。いや、はい、散々今日やってきたからさ。そうなんですよ。もう朝から、はい、通信販売のロケも行ってきたし。ロケ行きました。うん。その後、まあ、取材と撮影ですね。取材と撮影な。はい。とラジオな。ラジオ。うん。で、あと番組の打ち合わせ。打ち合わせやったな。はい。今日はね、4つこなしてきました。シワが寄ってんだわ。お前が休んだシワが全部キューっと、ゾウのここみたいになってた。もう、寄りすぎる。シワが寄って寄って。わかりますよ。うんうんうん。そうなんですよ。ちょっとね、これまだ説明しっかりできてなかったんですけど、うんうん、その本当にまあ、この、コロナ陽性になってしまいまして、うん、10日間の。ありますよ、それは人間ですから。そうなんですよ。うん、10日間の隔離生活を終えて、うん、今日から仕事始めるんですよ。そうだよ。だから、10日間休んだ分の仕事が、うん、今日明日明後日ぐらいでギュッと入ってます。ギュッとなりますよ。はい。うん、だから、うん、今日来ました。だからこそ今日は休んで英気を養おうっていう時なんじゃないの？いや、ほんとそうです。びっちょびちょじゃないか、てめえ。はい。おい。本調子かと言われれば。そんなわけない。びっしょびしょだもんだって。お前、ゾウみたいだな、ここ。そうでしょ。もう本当に、ここゾウみたいになってるぞ。あのさ、はい、なんかさ、うん、今日一日、あなたが思ったけどさ、うん、今日勘鈍いよね。勘鈍い。やっぱりね。いつもは別に勘鋭いと思ってないけど。いや、でもね、うん、お笑い芸人もね、うん、10日間もベッドの上で横になってるからね。鈍いね。そうだよね。おぉ。ゾウみたいだね、ここって言ったら。うん。そうだ。ゾウみたいだね。そうでしょ。何それ、返し。もう今日一日俺思い返すと、オウム返ししかしてないもん。ロケ先のおばちゃんがこれいいわねって言ったら、これいいでしょ。私のお世話ね、欲しいですよね。俺今日一日、オウム返ししかしてない。いや、それもこれもなんだよ。うんうんうん。山本さんのせいといえば山本さんのせいなんだよ。いや、むしろ、俺は、割とこう、まあ、穴埋めじゃないけれども、一人で結構、二人で行かなきゃいけない仕事、急遽一人になったから、はいはい。それはそれでいろいろこう、こなしましたよ。全部一人で行ったんですか？全部一人で行って、俺。いや、だからそれも含めての今なんですよ。私が今、うん、なんで来たか。なんで来たか。わかりますか？これまだね、見てる方に言ってないんですけど、うん、ある理由があって来てるんですよ。俺だって帰って休みたかったですよ。いや、じゃあ帰って休めよ。だって時刻はもう、まもなく夜の10時になるからね。いや、ゆずみたいに言うな。え？ゆずみたいに言いましたね。ゆずみたいに言うな。ゆずみたいに言わないでほしいですね。本当に。昔もっと出てた。昔もっと歌詞と曲いっぱい出てた。いや、いくつものとか、ね、エコの駆け足とか言いましたっけみたいなこと昔言ってた。ダメです。10日は明けた後なんだ。お前、今日やったことといえば、はい、ここにリュックの汗染み作ったことぐらいよ。そういうことです。普段、何で移動してるか分かるっていう。何これ。これがリュックの跡ですね。ついてますね。そういうのよ、湿気と。あ、そうですか。そうなんですよ。うん、でもまあまあ、おかげさまでね、ちょっと休みも取らせていただいて。うん、まあ、10日間だよね。はい、一人で仕事を行っていただいて、うん、一応だから今日、復帰したとか。うん、ああ、それ聞いたよ。だけど、うん、あれ、ください。え？ないな、と。復帰したら、10日間休んで復帰したらあるべきものが今日一日ないな、って。もうだからそれで仕事なんだった。いつ出てくんだろう。はい？まだ出てこない。一刻の現場でも出てこない。気をつけろよ。これからは体調管理。言葉なんて何のカロリーもない。カロリーが欲しいの。そう。いや、叱咤激励じゃない？これからやっぱ体が資本だから、このように10日間休むと、まあ、皆さん、こういろいろ回らなくなるから、しっかり体調管理しましょうねっていうことでしょ？思ってなくても出るような言葉は私はいらない。ゆっくりと休めてよかったねっていうことなんじゃないの？違う。はい。お帰りください。違います。はい、あれがないんですよ。もう本当に恥ずかしい。あれがない。これ恥ずかしい。え？なんか持ってきてるじゃん。自分で買ってきた。え？買ってきた？これ本当恥ずかしいよ。うん。誕生日ケーキを自分で持ってきて、祝ってみたいなことしてます。ああ、それは寂しいね。うん。え？ごま塩。ごま塩？ごま塩。え、ごま塩って何？何？あ？え？もち米。え？もち米？うん。もち作るとか。で、うん。ダイナゴン。うわ！赤飯だ。はい。大抵。どういうこと？え？俺復帰したから。うん。お祝いで。赤飯大抵。
いや、奥さんにやってもらえばいいの。抱いて抱いて抱いて、あーん。いや、抱いて抱いて抱いて、あーんのモーニングスリー。どこが戻ってきた。どこがえ抱いて抱いて抱いてあーんなんて出ませんよ。世代無視してるし。若い子見てたらもう終わりだし、今の。もう、高橋宏、あいみょんとかで例えてよ。頼む。うん。モーニスの時の初期の。な、おかしいじゃないかよ。結構最初の方だったけどな。もう一度好きって言ってほしいな。うん。一人で仕事してる。キレッキレだな。言葉数が無駄に多くなってるな。一人でやったら、間を埋めようと必死で。めっちゃなす中西が言ったボケに長く突っ込んでたわ。お前がいない間に。今日もね、ニコルちゃんとのラジオの今後なんですけど、はい、ちょっと言葉数多かった。そりゃそうだろ、お前ずっといなかったんだから、俺その間埋めなきゃいなかったんだから。俺は少なかった。その間埋めるに決まってるだろ、だって。それはそう。人が喋ってる時、俺やっぱ相手埋めなきゃいけない。書いてくれ。頼む。頼む。いや、これは、お帰りの赤飯でもあるし、山本さん一人でお仕事お疲れ様でしたの意味もあるのよ。うん。いらねえよ、酒くれ、酒。お酒でお祝いしようよ、そういう時は。だってさ。いや、お酒なんて、やっぱ、お祝いの時に、やっぱ、赤飯がないと。昔からな。そう。赤飯だけど。そうでしょ、うん、だって、これ、赤飯なんかあれじゃない、もう買ってくれんや、パックとかで。いや、そんな、色気のないことしないでよ。じゃ、どっちかにしよう。うん、赤飯を炊くか、うん、ここに少し穴を開けて、俺が踊るっていう。しらかしすぎだよ、この前から。ここと、ここに穴を開けて。なんかパン粉開けようとしたらよくないって、そういうの。俺がこれ20のダンス踊る。これはもう、これで穴開けで20踊ったらすごくなるんですよ。顎が20なのにね。うわぁ持ってきましたよ、これは。いや、もうちょっと今、ほっとするもんね。やっぱもう体力が。戻ってきてない。戻ってきてない。いや、もうワオは戻ってきたの、もう。今のは戻ってきてない。本当？あれはもう本当に治ってないと思う。うん。よいしょ。これ暖房つけてる。ちょっとね、背中見して。みんな背中見して。あっつーじゃん。いや、冷房つけてるよ。俺だって今、全く問題ない。これ本当に誤解されてもないから言っとくけど、感知はしてます。それを言っときますね。いや、どうか立ってるから、それはそうだ。あとみんな心配していただいたんですけど、うん、熱で言うと37度7分がマックスだったんで。うん、平熱じゃねえか、お前の。いや、そんなわけねえだろ。ちょっと飯食った時のお前の平熱じゃねえかよ。誰が体温高すぎてメガネのフレームが曲がるだよ。お、これはこれはもう本調子。だとしたら、今後不安でしょうがないです。これが戻ってきたんだとしたら。はい、絶好調です。困りますね。もちろん。絶好調に。絶好調ですからね。出ました、絶好調が。絶好調に。はい。来ました。ヒロがね。いや、自分もね、本当にね、うん、これはね、もう本当に風邪とかじゃないですね。うんうん、今日の仕事の分の疲れが出てます。なるほどね。はい。今日これ5本目っていうことですから、赤飯を炊いてほしいなと思ってね。そう、買ってきたのね。買ってきた。いや、俺赤飯なんか炊いたことないから。俺もない。え、どうすんの？こんなシンプルなの赤飯って。いや、調べたら、うん、これさえあればいけるんだって。もち米と、大納言。まあ、で、これ味付けか。そう。めんどくせぇ。こっちは減るよ。めっちゃ食んなよ。買ってさ、うん、運んでさ、うん、外で邪魔、迷惑にならないように小声でさ、うん、これだわーっつって。あ、取ってきた、すぐね。そう。迷惑だわー。で、来たら来たでこんなジャケに扱いされて。モザイクかけろよ、あとほんで。しっかり。同好会より人数少ないんだから、うちの。佐賀グループか。YouTube。いや、最初人数やってますから。わかりましたね。作りますか？そうしよう。やってみよう。くせぇ。じゃあ、作り方を。説明していきましょう。これできんの？じゃあ私が詩吟で歌ってきますんで。いや、嘘。変身木村君みたい。鍋に小豆と水を入れ、人なちした水を捨てて、小豆を入れたら出来上がる。できた？いや、できない。小豆も入ってない。まずじゃあ、うん、もち米と、うん、小豆は水で洗って水気を切っておきます。ああ、そうなんだ。そこからです。やだー。夜、仕事終わりに赤飯作るの超やだなー。そんなこと言ってりゃ朝になるぞ。夜のうちに終わりゃいいけどな。なんだこいつ、化け物晩飯に赤飯を食うか、朝飯に食うかお前次第だけどな。みんなのとこにはいい妖怪ついたけど、俺のとこには良くない妖怪がついたやつみたいで、もう。小豆の数だけ。耳噛んでやろうが。意味わかんない。たっぷり入れてやろうがな。どういうこと？うん、うちには良くない妖怪ついちゃったなぁ。たかしんとこにはお金を生み出す妖怪なんか現れたってよ。いいな。かゆい、耳がかゆい。これは悪い磁場が溜まってる証拠だ。よし。
プラスドライバーで外せるネジは全部外そう。何言ってんの。ここも外せる。赤飯を作るっていう妖怪っぽい振りしたのに、なんで全てのネジ外すみたいな新たなキャラクターを生み出してんのよ。俺も帰りたくなっちゃった。ちょっと今日じゃないな。そりゃそうよ。4つも仕事すればもうやっぱり。言ったじゃん、もう。いやー。本当にさ、やっぱ人間仕事4つなんだな。4つなんだよ、今日5つ目だからね。そうだな。いや、もうおかげさまだけどね。いやいや、ありがたいけどな。まず小豆全部でいく。小豆な。うん、はいはいはい。これだからさ、たまにさ、いただけるのありがたい感想でさ、なんか山本さんのあれそうめん作りましたとかさ、うん、スパイスカレー作りましたとかあるけどさ、絶対もう誰も作んないよ。赤飯？山本さんの真似して赤飯作りましたなんていないよ。いや、ゼロからさ、これ俺も心配なのよ、うん、これでこれで水入れて、小豆を煮る。10分。10分も煮るの？ 10 分煮る。2合入れて、はい。2合ってお前結構多いぜ。1回洗った方がいいかもな。ああ、なるほど。もしかしたら。なるほど。いけるの？いけるだろ。いけねえだろ。なんでだよ。穴これちっちゃい。なんでだよ。やってみなきゃわかんねえだろ。いや、絶対ちっちゃいって。もうなんの、チンパンジーじゃん。全部これだ。ちっちゃいじゃん。あなたさ。え、そう？で、ボール出せて。もう、もうがっかりさんだな。あなたのことはがっかりさんって言われまああ。出ちゃってんだよ。出ちゃってるね。でも深夜のテンションなんだ。これはダメだね。これはダメだね。洗って干してくならいいけど。これでも振りかけるわ、俺でも。意味がわかんない。全部取るわ。ふるいにかける意味がわかんないよ。もう一つも無駄にせずにね。はい、もう、はいはいはい、食べます、洗って。はい。はい、ほんね、こうね。うん、そうそうそう。はいはいはい。はいはい。ちょっとめっちゃめんどくさい、これ。なんだ、この食い物。工程が17まであるじゃないか。え？いや、違うの？かよ。入れて、煮れて、炊くじゃないの？違う。つれロールキャベツよりめんどくせえ。あれめんどくさい代表か。あれめんどくさいだろう。ああ、そうか。ああ、帰りたい。俺だっつってんの。つれ俺のセリフだっつっての帰ってほしいわ。赤飯がこんなにつれどうぞ帰ってください。帰れないよ。でも、ここで帰られても困るな。このちょっとの小豆の煮たのと浸したもち米で終わられても嫌だな。 LINE で送ってくれる？できたよ。絶対この後作るな、一人でも。ここまで来たらな。そりゃそうだよ。そうなんだよ、もう気持ち悪いもん。走り始めてるからな。うん、うん、あ、来ました。10分経ちましたよ。これ、あ、煮汁だいぶ茶色くなってきたよ。いいんじゃない。マジでクッキングちゃん。そろそろさ、アイランドキッチンなる物件引っ越さない。引っ越さないわ。いいのね。うん、大丈夫。ほら、どころか。あ、ちょ、あ、ちょうだ。あー、ちぇ。そりゃそうだよ。はしゃぐなって。はしゃぐなって。なんて、ほんで。で、これで、うん、あと、水を180。あー、なるほどな。うん、あー、確かにそうだな。そうそう。180に対して1対1ってこと、そうすることだな。そうしな。まあまあ、あくまでもね、ちょっとざっくり料理ということで。そう。で、うん、いや、キムタクの言い方。小豆を、どこで入れるかなんだよ。うん、小豆を最後の方で入れるって人もいるんだけど、でこの硬さだから俺っていう人もいるって。ホロホロにやりたいから俺もう小豆入れていいと思う。入れてるね、うん、入れるよ。じゃあお前が食べたいっつってきたんだからお前の好きなようにしていいよ。今入れるんで。じゃあ入れる入れる。じゃあそれかあれでもいいよ。何、半分入れて半分あったら楽しむって、こう食感の違いを楽しむのもいいよ。いやだって今ちょっと1個、うん、1個食ってみ、食ってみ、うん、小豆どう。あ、でも、思ったより硬くなさそうじゃない？何ぐらい今。ミニ四駆のタイヤ。食ったことねえだろ。普段、ミニ四駆のタイヤ。ミニ四駆のタイヤぐらい。うん。で、物によるスポンジのやつもあるし、ゴムのやつもあるし。でもね、ちょっと美味しいよ。違反。え？美味しい。もうね、小豆の味。ああ、うん。うん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 。でもギュッとなってるわ。俺もうちょっとイメージ的にポップコーンの最後ぐらいかと思った。小豆多すぎない？いや、まあ、ふわっとさせたらこんなもんなんだよ。いや、多いなぁ。多いよなぁ。多いなぁ。いや、これなんか、小豆に米が混じってるみたいじゃん。でも、でもさ、今はこうよ。うん。炊き上がった時に。ああ、まあまあまあな。いっぱい乗ってた方が幸せじゃないかな。まあまあ、そうな。パッと、取って真っ白だったら嫌だもんな。うん。やっぱ小豆があった方がなんかラッキーって感じするもんな。行ってみるか。ってことが多い方がいいってことね。行ってみよう。はい。
あ、でも、あ、もうポコポコいってんじゃん、ほら。いいじゃん。これでもうちょっと。これ、おかゆだよ。だいぶ吸うから。あ、これからじゃあ、どんどん吸って、うん、蒸気としていなくなるわけね。うんうん。どんなもん、これだって、赤子を泣いても二通りだって言われてくれたから、今取っちゃったよ、パッと。まあ、ちょっと、いいのか。この状態で15分ぐらい。いいのか、これ、ほっとくぞ、じゃあ。うん、ほっとこう。15分じゃあ、タイマーするぞ。そうしよう。もう、ところどころ見よう。行くよ、じゃあ。はい。これで炊けてればもう OK ってことでしょ？そうだね。いきます。はい。オープン。たる。おー、よくない？赤飯だ。うわ、赤飯じゃん、これ。赤飯だ。うわ、いい。豆のバランスいい。色もいい。うわ、めっちゃよくない？色もいい。めっちゃふっくら炊けてない？よかった。で、蒸らすってのあったのよ。うん。かき混ぜて蒸らした方がいいのかな。あー、なるほど。あ、あれあるよ、しゃもじあるよ。しゃもじ、うん、これ、うん、ちょっと熱いよ、それ。うん、熱いよ。何今やったん？え、それすこれで熱いんだから、それはすで熱いだろ。目立ちたくていや、二人で目立ちたいとかないから。ずーっと目立ってるよ、このチャンネルにおいて。俺もお前も。いや、お前より目立ちたくて。いや、目立つとかない。二人しか映ってないからな。お前よりやっぱり熱い思いしたかったから。いや、どうぞどうぞ。一人で勝てと一人で帰ってくれてもいいよ、全然。ちょっと蒸らすから。うん。いや、すごい、でも。めっちゃできてんじゃん。あ、あれ？あ、もしかして、おこげじゃない？赤飯でおこげってある？今、一つの塊になってたよ、だって。うん。ちょっと待って、ちょっと待って。え、え、何、何？今、赤飯が、うん、一つの生命体になってるんだけど。え、でもこれはさ、土鍋ならではなんじゃないの？これを、だって、白米でもさ、おこげの部分美味しそうじゃん、赤飯の。そうだね、うん、こんなに。いいんじゃない？これどうする？混ぜる？それともこのままいく？混ぜるでしょ、それ。じゃあ混ぜる？うんうん。混ぜて混ぜて。そうそうそう、あ、おこげできてるじゃん。あ、あ、めっちゃいいじゃん、ほら。赤飯のおこげ。いいね。うわ、めちゃめちゃよくない？何探してんの？なんか、鍋つかみみたいなものが。ああ、鍋つかみ。ここ押さえたいね。こいつ、そっち側使っていいじゃん。俺、これ鍋こっちやってるから、こっち側使っていいじゃん。うん。不便。不便。あ、これめちゃめちゃ昔の本気で殴り合うやつじゃん。いや、そうね。お互いハンカチの端っこと端っこ使って。話した方が負けという。バキでやってたわ、囚人たちが。した。うん。あ、でもね。うわ、めっちゃうまそうじゃん。ちょっと思ったより。なんでこのチャンネル失敗しない？いや、本当に。不思議だー。なんだかんだざっくり作ってうまい感じになって。なんでうまくいくん？はい、これでじゃあ蒸らしましたんで。はい。行っていい？見てみましょう。うわー、なんかいい感じに焦げもできてて。うまそう。なんか豆の配分も良くない？しかもテリッテリで。うわ、ほんとだ。のツヤみたいの出てます。ほんとだ。さあ、また成功してるじゃん。お茶碗に注ぎましょう。すごっ。食べましょう。実食です。できるんだ。しゃ、うん。うわ、でもめっちゃいいじゃん。うら。うわ、いいね、いいね、いいね。うわ、お赤飯だ。嬉しい。生まれて初めて赤飯炊いた。いやー、俺もだ。うん。ちょっとじゃあ、ごま。うん、ごまな。うまそう。お前、ごま塩かけるときの手の震え、抜群だな。かけましょうか。すごいな、お前。うん。すごい。はい、もういいのよ。もういいのよ。もう禁断症状なのよ、それ以上は。あ、そこ震えいらないから。大丈夫。はぁ、あ。さあ、できた、めっちゃちゃんとできてるじゃん。めっちゃできた。すごっ。やっとこれで、やっとこれで仕事が始まります。あ、一応こうなんか、復帰祝いってこと？はい、そういうことですね。一人でやってくんねえかな。色もね、うん、綺麗なピンク色になりました。本当だ。普通の赤飯だわ。はい、豆も炊き上がってます。俺生まれて初めてかもしれない。炊きたての赤飯って。うわ、いいですね。うん。いいよ、行って。じゃあ行きますよ。うん。いや、まあ復帰したということで、はい。お祝いの赤飯ですか？空気吸いすぎだけどな。いや、周りの空気この辺全部吸いすぎだぞ。うま。あ、そう。またしても。俺、赤飯うまく炊けたんだ。わ。めっちゃうまい。あ、ほんと？もち米の。ああ、そうかそうか、うるち米じゃないから。と、うん。豆ちょっと多いかなと思ったけど、うん。少し豆が硬く仕上がってるから、うん。この量でも大丈夫。あ、やっぱ硬く仕上がってんだ、ちょっと。うん。でもちゃんと歯応えがあって、うん。噛んだ後の、うん。ご飯との相性がすごくいい。ええー。まあ、あと、ごま塩さえかければ、
別にティッシュで置けるなって途中の俺の苦労おい、なんか絶妙に180測ったりとか、苦労は関係ない、これさえかければ何でも食えるめっちゃうまい。うわぁ、やっと。あ、ごま塩がうまかった。ごま塩だ。なんその古い、それ古い、いや、違う違う、話が違う。こっち食ってくれ。めっちゃうまい、ごま塩。違う違う、赤飯を食べてくれよ。全然、ごま塩を食べる感じじゃなくて。ごま塩めっちゃうまい。違う、俺せっかく赤飯炊いたんだからさ。いやいやいや、ごま塩だ。ごま塩丼だ、これは。食べてめっちゃうまい。本当に？うわ、うま。あ、わかる、このもち米独特のさ、他のが持ってかれる感じね。うまい。わかる？自分の許容とは違う感じで持ってこない。これ、これ。ちょっとおこげができたから。そう、取りたいとことは量違う感じ。はい、いきます。はい、はい。あ、おこげ美味しい。お、うまうまいな。あ、美味しい。懐かしい。ああ、赤飯がうまい。初めて自分で作ったのに懐かしい。不思議。あ、なんかね、めでたい気持ちになってきたわ。なんか人間これを食った時の思い出が蘇るから、うん、なんかおめでたい時に食べたってイメージがあるから、すっごい今おめでたい。うん。卒業式とか出たよ。ああ、そうだわ。うんうん。ああ、よかった。帰ってきたね。やっとこれで仕事が始まります。まあ、未だに何で作ったかよくわかんないけどな。うん。ああ、うまいわ。ああ、やっぱダメだ。ごま塩がめっちゃうまいわ。ごま塩かい。赤飯じゃないんかい。うん。かけてくれ。いや、ごめん。あ、震えてこれとダメよ。あ、ダメ。震えて、それやつ。ダメ。あ、ダメよ。お前、ちゃんと口から言ってるだろうな。おい、角度的になんか、もうちょっと口の上の間から入ったぞ、今。間に合った。アウトだよ。間に合ったっつったら終わりだよ、もう。いや、でも、お見事だとは思わない。いや、すごいすごい。今のところ、うん、この家で作った料理で、うん、残したことないよ。うん。じゃあこれでまた仕事頑張ってくださいよ。そうですね。はい、無事に戻ってきましたんで、うん、やっと元気が出てきました。はい、これで明日から頑張りたいと思います。うんうん、よし、うん、行きましょう。うん。あぶねえ、しゃもじに当てらないように手動だった男だ。怖え、でかい、ギリギリだ。しゃもじチャレンジやってるかって。あ、怖い。意味わかんねえ。なんなん、この遊び。さあ、元気出てきました。だいぶ動いたから、足りる？体力なくなったんじゃない？開け方ダメよ。これ、手の震え。叩いたら終わり、叩いたら終わりやもん、そこ。皆さん、このことは絶対秘密でお願いします。うめえ。これからもお仕事頑張ります。よろしくお願いします。はい、というわけで今日はごま塩丼を作ろうでした。赤飯ありがとうございました。